ベナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、質問コーナーね、バンバンやっていきましょう。もうね、やっぱどんどん喋っちゃうで、僕はね。はい、ということで、梅原さん、いつもねコメントありがとうございます。はい、東京ドームには水曜どうでしょうで有名になった博多号での遠征でしょうか、ということで、あのね、東京にあの博多号で行ったら、もう寝れないからもう寝れないから、博多号で行ったら、おー、無理そんな時間かけてらんないから、あと お尻問題もあるから、無理、そんな、もうね。でもなんか博多号ね、最近すごく良くなってるらしいっていう噂ですよ。まあよかったら皆さん、あの、キングオブ深夜バス、あの、博多号で検索をしてみてください。なんか良くなってるっていう話も来ますからね。はい。水曜どうでしょう、ファンだったらもうね、わかってると思いますけど。はい。そして、続きまして。HPP。あ、俺いつもこれヒップさんかと思ってて、ヒップさんかと思ってたけど、HPP さんだったのかな。はい。一番好きな技は何ですか？一番食らってみたい技は何ですか？もう一番好きな技は、やっぱり今、ナイトさんが好きっていうこともありつつ、かつ、カレーだなって思うんで、やっぱね、デスティーノ。すごい僕は好きですね。で、特にあの、G1 決勝2016年 ?17 年だったかな。の、あ、17年かな。G1 決勝で行われた、あの、ナイトケニー戦。ここでですね、あの、旋回式のデスティーノっていうのを内藤選手出すんですけど、これがね、すごく華麗なので、あの、ぜひ、あの、旋回式デスティーノ、このワールドに入っている方は、内藤選手の G1 決勝優勝決定戦を見ていただいて、あの、旋回式のデスティーノを見ていただきたいと思います。これね、ものすごくかっこよくて華麗ですね。はい。ね、一番食らってみたい技は何ですかって、食らってみたい技は、あの、ないですね。ないですけど、まあ、まあ、この、あの、女子レスラーとかに、首の部分を、こう、あの、足4の字とか、あの、はい、そういう感じの、技だったらいいかな。はい。はい、ね。そして、白菊1さん。白菊1かな？白菊1さんかな？はい。お仕事楽しいですか？ということで。まあ、仕事はですね、別にね、楽しくもなんともないですね。はい。まあ、慣れてきてるし、みたいな。ポイント掴んでコツを覚えてるから、ある程度楽に仕事こなせるようになってきてるし、みたいな感じもあるし。まあ、でも今の仕事っていうか、仕事は別に楽しくないですけど、今働いてるところの、で、一緒に働いている仲間が楽しいです。仲間が楽しい人が多いです。はい。なので、今いるその職場環境っていうのがとてもいいかなというふうに思ってますね。はい。プロレスファンもいるしね。うん。みんなでプロレス行ったりもするしね。本当にすごくいいところで働かせていただいてるなというふうには思ってます。はい。ね。なので皆さん、仕事場の皆さん、今後ともよろしくお願いします。はい。で、アレクサンドロス大王さん、新日本プロレス以外の団体やめますか？ということで。まあ、これ、前にもあったけど、スターダムの方をチェックしてますね。あとは、ま、その DDT をたまにアベマ TV で見るとか、それぐらいかな。うん。それぐらいしか、ま、見る手段がちょっとないかなというところですね。はい。そして、安彦、飯塚さんね。安彦飯塚さん。はい。プロレスから離れていた理由は何ですか？ということで。まあ、これはね、もう単純にテレビ放送がなくなって、見ることができなくなったっていうのが一番大きかったとは思います。あとは、うん。でもそれが多分一番大きいかなと思いますね。それが、見れなくなって離れていって、で、あとは地方だったんで、基本的にその僕が住んでるところって本当地方巡業とか来ない
とこだったんですよ。まあ、年一で全日本とか来てた感じかな。はありましたけど。で、なので、まあ、実際にプロレス会場にプロレスを見に行くってことも、正直、その、中高生の頃とかやったことないですし、はい。なので、メディアで放送されなくなってからは、やっぱ離れていったですね。で、あとはまあそれ以降はもうスポーツ系の方ですね。に興味が出て、やって、そっちの方を見てたりとか、まあそういうのをしてた感じですね。はい。でも本当それが一番大きいかなとは思いますね。やっぱメディアで見れなくなったっていうのがね、一番大きいかなとは思います。はい。ノームコアさん、ヒロムの復帰はいつだと予想しますか？これはですね、結構復帰しないんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ、今はで言うと高木選手が、ヘビに上がるっていう宣言をしたということは、ヒロムの復帰っていうのも考えられるんですけど、まあ、なんとも言えないですね。この復帰がこんだけ長引いてることを考えると、正直言うとですね、高橋ヒロムの怪我ももしかしたら本間さんレベルだったのではないのかという気がしています。だからこんだけ出てこなかった理由は、麻痺が残ってるんじゃないかなと思うんですよ。本間さんもやっぱり麻痺が残ってる状態で出てきて、試合をしながらね、今だいぶ本当に本間さんの動きってすごく良くなってるんですけど、だから高橋ヒロムももしかしたらそうなんじゃないかなみたいな、もしかしたら麻痺が残ってるぐらい、もともとはすごい重症だったんじゃないかなっていう気が最近しています。なので復帰時期はね、正直わからんし、もう逆に言うとみんなの期待が大きすぎる部分があるので、僕はね、復帰したとしてもいきなり最前線に出すような状態にはヒロムはならないんじゃないかなというふうに思っていますので、まあゆっくりといってもだいぶ経ってますから、本人は早く復帰したいでしょうけど、まあでも正直ね、見てみないとわからないですよね。僕らに一切姿を見せないってことは、おそらくなんですけど、やっぱり麻痺とかが残ってるんじゃないかなという感じはします。はい。続いて RXF94 さん、はい。いつもね、どこまで本気なのかちょっとわかんない部分があるコメントなんですけど、はい。ヘビー級とジュニアヘビー級の境界をどう思ってますかと。チャンピオンクラスのヘビー級選手に勝ったジュニア選手はヘビー級に転向かジュニアに留まるかどっちがいいのか。永田さんに勝った健太、宮原に勝った高木の扱いで疑問に思う。もう一回聞くけど、永田ファンで宮原ファンの私になんか恨みでもあるのか。ない恨みはないけど、まあ、ヘビー級とジュニアヘビー級の境界ですよね。まあ、これはね、僕はね、正直言うと、あった方がいいと思います。はい。なんか、オープンウェイトであることが素晴らしいみたいな風潮というか、海外もオープンウェイトだからみたいな感じ、あるんじゃないかなって僕は思うんですけど、僕は階級制は僕はね、正直必要だと思うんですよ。やっぱりね、パワーが違うんですよ。体のでかさ、持ってる人と持てない人じゃ。言ってもパワーが違います。なので、例えば、今、六本木 3K の翔選手とかは、そのジュニアの枠の中ではパワーファイターで、筋肉もすごいというふうに言われているんですけれども、これはもうヘビー級に行った時点でそれはもう通じなくなるんですよ。で、正直、高木選手に関して言うと、高木選手はまあジュニアにカテゴライズ最初にされてしまったけれども、まあ、体格的な面を見ると正直ヘビー級でいける選手ではあるっていうのはもともと分かってましたよね。なので、まあ、ヘビー級に転向することに、まあ、高木選手の場合は問題ないと思います。で、もともとヘビー級だとのクラスの、まあ、に近いポジションにいる人なので可能かなって思います。で、あとは、オスプレイ。まあ、オスプレイも、まあ、ちょっとだいぶね、
特別な選手だとは思います。だからそういう選手がジュニアにいてヘビーと戦えることを証明することによって、ジュニアの選手がとかの枠を取っ払ってやりましょうっていうのは、逆に言うともう体が大きくならないジュニア選手にとってはもうトップに行く道をほぼ断たれるようなもんなんですよ。なので僕はジュニアとヘビー分けてていいと思いますよ。もうパワーが絶対的に違うんですよ。フィジカルコンタクト系のもので、骨格とか肉体的な重量が重いとか筋力が多いとかっていうのはね、もう絶対的なハンデなんですよ。だからね、ここは階級分け僕はあってしかるべきだと思うし、まあ逆に言うとジュニアの選手ね、そのさっきも言った大きく体が大きくならないっていう体質的な面を持った選手もね、正直いると思うんですよ。でそういう選手がじゃあヘビー級と戦うためにどうやって常にね戦いを試行していかないといけないかとかってやるのと、それでかつ説得力が実際に試合を見た時にあるのかっていう問題が出てくると思うので、これは正直、協会あってしかるべきというふうに思ってます。はい。そして次は南さん、現在 YouTube でやっている UWF の歴史はご覧になってるでしょうか。ごめんなさい、全然見てませんUWF の勉強もした方がいいんでしょうけど、ちょっともう新日本プロレスを追うので精一杯です。今の新日本プロレスを追うので精一杯なので、ごめんなさい、そこはちょっと難しいかなというところですね。そして KS さん、新日のユニットを自由に作り変えるならばどういうユニットを作り上げますか、また理由もお願いしますということで、これは前もちょこっと言いましたけど、やっぱり今本体が例えばイブシ、岡田、棚橋とか光属性みたいな、やっぱ前棚橋が言ってたけど光属性みたいな選手が多くなってきたから、まあ、完全なる闇属性のユニットを作りたいですよね。だから前も言いましたけどイービルね、そして、漆黒の暗黒の黒夜叉に、漆黒の黒夜叉になった、後藤さん、そして、ダークサイドに落ちたヘナーレはい、ですね、とりあえずこの3人ですね、でそのダークネスワールドとかね、もしくはザ・ダークネスというですねユニットを作ると、完全なる暗黒ユニットを作ってみるのはいいんじゃないかなというふうには思っていますね。はい。どす黒いことをやる。えげつないことをやる。っていうね。でもまあ、出血コンテンツ、出血させないからね、最近の新日本プロレスは。だからどうえぐくやっていくかも考えないといけないですけどね。あとそこにモクスリー入れてもいいかもね。モクスリーとかね。だかモクスリー、後藤さん、イービル、ヘナーレ。まあ、このあたりでですね、すごくドス黒い。だからモックスも本当もっとデスライダー感の乗ったモックスでやっていくと面白いかなと思います。はい。続いて白ガチャピンさん、新日本以外の団体はどのぐらい把握してますか。新日本に上がったら面白そうな選手はいますか。 1.4 ドーム工業のカードを好きに決めていいよと言われたらどうしたいですか。新日本の過去の選手と今の選手で試合させるなら誰と誰なら手が合いそうだと思いますか。難しいな新日本以外の団体はさっきも言いましたけど、まあ見てるのはスターダムぐらいね、把握してるっていうなると、まあ団体がいろんな団体があるっていうことぐらいは知ってますけどね。まあ、あと個別になんか可愛い選手見つけると大体反応しちゃいます。そして新日本に上がったら面白そうな選手はいますか。僕はね、ジャイアントババさんの追悼興行の時に思いましたけど、大日本勢は正直言うと新日本に上がってもらったらね、めちゃくちゃ面白いと思うんですよ。まあ、デスマッチじゃなくてね、デスマッチじゃない試合で。大日本勢が新日に上がったら、すごく面白い気がしますね。はい。そして、1.4 ドーム工業のカードを好きに決めていいよと言われたらどうしたらいいですか。もうこれは今やってますけど、やっぱもう2冠ですよね。2冠。2冠体感シナリオをやらせたいなと思うので、まあ、理想的な面で言うと、1.4。今で言うと、いぶし、岡田イブシ岡田でやって、岡田が勝ちます。で、内藤はインターコンチをダッシュして、
上がってきます岡田と内藤で、とあの2冠戦やろうぜっていうことになって、翌 1.5 で内藤が岡田に勝つ決まり。はい、そして新日本の過去の選手と今の選手で試合させるなら誰と誰なら手が合いそうだと思いますか。誰と誰が手が合うかどうかまではわからないですけど、まあ正直言うとやっぱ橋本真也選手をネバー戦線に放り込みたいなという、今のネバー戦線に橋本選手を入れたいなって僕は思います。橋本真也、石井智弘、太一、後藤博之、高木慎吾、あとやっぱ柴田勝頼もね入れたいですね。そのネバー戦線もう最高じゃないですかめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、はい、もう IWGP 戦線より面白いネバー戦線が多分出来上がってしまうというですね感じになりますね。いやそれみたいな。まあ、続いて、豊さん、小島さんですね。はい、やはり聞きたい女性遍歴、モテるのにプロレスに夢中でたくさんの女性を泣かしてきたと思ってます。気づいちゃったもうね泣いてるよ女どもは、泣いてる。もうパハロンさんがプロレスのこと以外に興味を示してくれないっつって、もうまた私のことに興味を示してくれないっつって、もう泣いてるよ女どもは。もうそりゃそうだよ、しょうがないよ。だから俺彼女いないんだから多分まあでもモテないっすよね。モテない。まあでも逆に言うと本当ね、僕なんか自分の好きなことにドバーって集中する、まあ、癖というか、やっぱねそこにすっごくドンって気持ちを全部乗っけて、いろんなことを全部そこに考える癖みたいなのがあって、癖というかもうそういう性格なんでしょうけど、だから今ねもうプロレスが見つかっちゃったからさ、もうプロレスでドーン行ってるから、いやでもまあモテたいからねあれなんだけど、いやーモテないよねまあ、モテないです。まあ、もうあれですからね、マスク取ったらさ、もうあれだよ。ただのハゲたおっさんだからね、もはや。残念ながら。多分、普通にモテない。イケメンじゃないから。いや、まあ、イケメンじゃないからって、多分、性格もね、多分、イケメンじゃないんですよ。僕、あんまり人に優しくないし。だからね、あと、なんかこう、相手のこと、相手の、その、だから、細かいことに気づいてあげられないっすね。なんか、いろんなことに僕は気づいてあげられないので。はい。だからモテないのもあると思いますから、よくわかんないです。もうなんか、もうモテなさすぎて、好きの感情がよくわからない。好きの感情がっていうか、まあ、よくわかんないです。なんでしょうね。どうやったら、モテるんでしょうね。モテるっていうか、どうやったら、もう付き合えるんでしょうね。みんなね。みんなどうやって付き合ってるんでしょうね。もうよくわかんないです。はい。なので、ね。そこは、しょうがないっすね。ただ、まあ、間違いない。間違いないのは、もう、俺がプロレスに夢中になりすぎて、まあ、女どもが泣いてるっていうのは間違いないね。強がり。さあ、そして、質問コーナー、こちら。最後の質問は、こちらです。ですね。あ、最後の質問はこの竹内さんですね。竹内さんの質問、こちらです。まあ、プロレスとは、そうですね。まあ、プロレスっていうのはですね、やっぱり、多くは語らなくても、もう見てる人が全て、感じるものが全部そうだと、プロレスだと思うんですけど、まあ基本僕が思うプロレスっていうのは、やっぱり人生かなと思いますね。なので、まあプロレスは人生だし、人生は、プロレスだ。以上!ということですね。はい。まあ、皆さんも、プロレスのことを好きになってもらうとね、自分の生きてきた人生が
プロレスだったなっていうのは多分実感してもらえるんじゃないかなというふうには思います。まあでもいきなり好きになれと言われても好きになれるもんではないので、なんか広める努力はしていかないといけないんですけどね。まあ残念ながら僕はそのね、公式映像を使ったりとか公式に出ている写真を使えるような立場にはいませんので、まあなかなかね、皆さんにこの動画見、この動画のこの試合のこの部分がすごいよっていう風にやりながらね、動画を見せたりしながら伝えることはできないんですけれども、まあいつかね、そういうことができるようになったらまたいいなという風には思ってますね。ということで今回1000人登録者1000人記念で、質問コーナーやらせていただきましたけれども、もしかしたら拾えてない質問もあるかもしれませんけど、それはすいません、申し訳ないです。また次回のね、まあ質問コーナーやるのかな、何やるか分かりませんけど、いろんなことでね、プロレスみんなと楽しんでいければなというふうに思っていろいろ考えてはいますので、まあ片田舎からですけれども、田舎の方からですけれども、なのでまあちょっとできることね、限られてはいますけれども、オンライン上でなんかいろんなね、ところに住んでる皆さんとも参加していただけるようなことがね、できればいいかなというふうに思ってますので、まあ、今後もプロレスのことをいろいろ広めていければなと。プロレスのことっていうか、まあ僕が好きなプロレスの話ね、ここでするっていう、相変わらずわがままなやつなんで、だからモテねえんだよって話だと思うんですけど、はい、まず自分のわがままはここで通させていただきたいなというふうに思っております。ということで皆さん、ぜひまたチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。